王子の大煙突日立鉱山の大煙突は、茨城県日立市の日立鉱山で1915年3月1日に、使用が開始された高さ511フィートの煙突である。日立鉱山の大煙突は完成当時世界で最も高い煙突であり、日立鉱山の経営の重荷となっていた、塩害問題の軽減に役立った。その後は、業都市日立の象徴的な存在となり、 また大煙突の建設は、新田二郎の小説、ある町の高い煙突の中心テーマとして取り上げられ、その存在が広く知られるようになった。しかし1993年2月19日、約3分の1を残して倒壊してしまう。倒壊後に改修が行われ、高さは54メートルとなってしまったが煙突としての利用が続けられている。なお、当記事では大煙突のに、 明治末期から大正初期にかけて、日立鉱山によって建設された八角煙突、神峰る煙道、第三煙突についても触れていく。日立鉱山や別種銅山に代表されるキースラー画鉱床から算出される銅鉱石は黄銅鉱と鉱鉄鉱が混在しているという特徴があり、鉱脈型の鉱床で黄銅鉱が主体である足尾銅山などよりも、 同鉱石中の養分が高く、塩害の主因であるアリュー酸ガスが、精錬時により多く発生することになる。日立鉱山では、江戸時代から公害問題が発生していたが、まだ赤沢銅山と呼ばれていた1904年頃から、塩害による被害が発生した。そして1905年の久原久之助の買収後、鉱山が急発展するに伴って塩害は拡大し、 地域社会との大きな摩擦を生んだ。当時は、精錬時の肺炎から科学的に、アリウ酸ガスを除去する方法は見出されておらず、肺炎中のアリウ酸ガスを拡散させる方法もまた、思うような成果を出せず、大煙突の建設と、気象条件等で、同精錬に制限を設ける制限要項によって、円害が軽減するまで、日立鉱山関係者の苦闘が続くことになった。 日立鉱山は、戦国時代末期、佐竹市の日立統治時代に、金山として開発が始まったと伝えられている。その後江戸時代に入り、水戸徳川家の時代に入り、寛永年間には、赤沢銅山という名で銅山として採掘がなされたとの文献が残っている。赤沢銅山は、江戸時代前期には早くも、鉱毒を含んだ水の流出によって作物に被害を与える。 公害問題を引き起こしていた。江戸時代を通じて断続的に開発が試みられた赤沢銅山であるが、採算が取れなかったことと高読水問題を重く見た、水戸半島局が開発規制を行ったとみられることから、銅山開発は思うように進まなかった。なお、江戸時代を通じて赤沢銅山による高読によって、被害を受けた場合、年貢の免除などの保障を受けていた。 地域に、公害の被害について保障する観光があったことと、江戸時代の赤沢銅山時代、公害に苦しめられたことによって、公害を監視する意識を地域住民たちが植え付けられていたことは、後に、日立鉱山周辺に塩害による多大な被害が発生した際、問題解決に影響を与えることになる。明治時代に入り、赤沢銅山はしばしば開発が試みられるようになった。 明治時代の赤沢銅山開発で問題となったのは、やはり鉱毒水であった。鉱毒水の問題は、鉱山側と地元住民との間に、しばしば鋭い対立を生み、1904年には、農商務大臣に対して、創業停止の請願が出されるに至った。しかし、赤沢銅山時代は、鉱材経営が安定することはなく、経営規模も小さく経営者もしばしば交代していた。 そして1904年の赤沢銅山、創業停止請岩の陳情書には初めて塩害について触れられている。それによると精錬諸近辺は塩害の影響で陰山となっているとして今後被害が拡大していくのではないかとの不安を訴えていた。なお、明治後半の赤沢銅山の精錬方法は昇降武器という方法であった。これは、 鉱山で採掘された鉱石を先行後、まずは焚き木で賠償して、鉱石中の養分などを除去するとともに、硫化鉄などを酸化させるという全処理を行った後、複数工程に分かれた精錬を行うという、全工程を通して極めて手のかかる上に、多くの燃料を消費する精錬法であった。これまで経営が軌道に乗ることがなかった赤沢銅山であったが、 1905年12月11日に、久原房之の助によって、買収契約がなされた後、急速に発展していくことになる。久原は、藤田組経営者の一族であり、平山やむなしとみなされていた、小坂鉱山を生荒金武器という当時としては、画期的な精錬法によって再生させた実績を持っていた。しかし久原はかねてから藤田組から独立して、 自らが事業を行う野心を持っており、日本各地の鉱山についての情報を収集していた。そんな、クハラの前に、赤沢銅山が売りに出されている話が飛び込んできた。調査の結果、有望と判断したクハラは、富士匠から独立し、赤沢銅山の購入に踏み切った。1905年12月26日、赤沢銅山は、日立鉱山と解明された。これが、 日立鉱山の開業である。久原が赤沢銅山の経営を引き継いで、しばらくの間は、精錬方法はこれまで通りの昇降武器であり、採掘が行われていた本山と呼ばれる場所で精錬も行われていた。本山の精錬所に隣接する中里村の入島地区では、日立鉱山開業の翌年である1906年に、初の塩害が発生した。ところで、 明治時代から第一次世界大戦期まで、銅はキード、面石炭などと共に、日本の主力輸出品であった。また19世紀後半以降、電気の普及、そして造船、造館用、建築用資材、さらには、弾薬の薬莢などの使用が増大した影響で、世界的に銅の需要は急拡大していた。日本でも、日露戦争期以降、やはり電気の普及、そして造船、 増刊用、弾薬の薬莢用などの需要が増加し始めており、銅の内需も拡大していた。創業間もない日立鉱山は、このような銅需要の拡大を受けて、急発展していくことになる。1908年、建設中の大誘院精錬所と八角煙突前述のように、日立鉱山開業当初、銅の精錬は、採掘が行われていた。 元山地区で旧来の昇降武器で行われていた。1907年1月、元山地区に二号用航路が新設され、その後間もなく区原の小坂鉱山時代の部下であり、画期的な精錬の新技術である、生荒金吹精錬法を生み出した、竹内これヒコと、竹内の右腕である、青山隆太郎が小坂から、日立鉱山に入社し、竹内は3月1日には、 日立鉱山の第二大所長に就任する。竹内、青山コンビは、日立で早速新設の二号溶鉱炉で採掘された含む銅硫化鉄鉱のうち、粉状をした粉鉱は、製断機で断鉱にするか、焼結炉で焼結させた上で、まず塊鉱とともに、少量の石炭内視コークスで溶解し、産出された銅を、ベッセマー天炉で素道とするという、 生荒金吹き清連法を開始した。本山地区の二号用航路が稼働を開始し、銅の生産量が増えていくと、1907年5月に、中里村の入島、下、笹目の三集落の夏作のそばに激しい塩害が発生した。日立鉱山は、入島、下、笹目の三集落の代表と保証交渉の話し合いを持ち、保証金が支払われた。 続いて、同年の秋作のそばにも、夏作を上回る塩害が発生し、栗や松などの山林にも被害が広がり、やはり鉱山側から塩害に対する保証金が支払われた。1908年には、塩害はそば以外の多くの作物、そして山林でも、杉やクヌギなどにも被害が広がり、塩害の被害地域もさらに拡大した。銅の生産鉱の増加に伴う塩害が広まり出す。中、 日立鉱山の豊富な埋蔵量を把握した、久原房之の助は新たなる事業拡大に乗り出していた。久原はかねてから、工業の宿命でもある事業の不安定性を懸念していた。いくら埋蔵量が豊富な鉱山であっても、採掘を続けていけば、いつの日にか資源は枯渇する。工業経営を安定なものとするためには、設備が整った規模の大きな製錬所を建設して、 持参の鉱石ばかりでなく、他の鉱山で採掘された鉱石も合わせて精錬する、体制を築き上げる必要があると考えたのである。日立は、国内の他の有力銅山よりも、交通の便が、はるかによく、各地から鉱石を集めて精錬する、いわば中央精錬所を建設するには、もってこいの場所であったが、何分採掘の現場である本山は、 宮田川の最上流部の狭い谷間に位置していて、大聖連所を建設するのには不向きである。そこで、白羽の矢が立ったのが、本山から宮田川の約4キロ下流にあった寺院、太遊院周辺であった。太遊院は1470年創建と伝えられる、日立の周辺では、由緒ある寺院として知られていたが、江戸時代の中期から後期に至って、次第に衰微していき、 1883年には、失火によってそのほとんどが消失し、廃止寸前の状態となってしまっていた。久原は、日立鉱山創業開始時から、この大遊院に着目しており、早くも1906年8月には、大遊院敷地に50年の地上権設定契約を締結していた。結局、大遊院は、近くの紅葉寺と合併することになり、墓地を含めた寺地は、 紅葉寺の地に移転していったこうして、太陽院の跡地を利用できるようにした後、1908年3月から、太陽院精錬所の建設が開始された。同年11月には、本山から精錬部門の移転作業が開始され、11月29日には、第1号用航路が創業を開始する。翌1909年には、1月に第2号用航路が、 創業開始したのを皮切りに、3、4号炉、1910年には5、6、7号炉、1912年は8、9、10号炉と、太遊院の精錬所は急発展していく。陽光炉が続々と建設された上に、規模も元山時代より、はるかに大型のものであり、太遊院精錬所での精錬量は急増していく。これは、日立鉱山の発展とと,ともに、先述した、 クハラ・フサノスケの構想である、全国各地から鉱石を集め、精錬する、中央精錬所構想が実を結んだために他ならない。ところで、他の鉱山から鉱石を購入して、精錬を行う、いわゆる売工は、明治末期、日立鉱山や小坂鉱山を先頭として、広く行われるようになるが、その背景の一つとして、円外問題があった。これは、 全国各地に点在する鉱山それぞれで精錬を行っていくと、塩害が文字通り全国に広がることが懸念されるようになったのである。また、当時鉱山の精錬所が排出する肺炎による塩害は社会問題化していた。そのため鉱害を撒き散らす鉱山経営に反対する声も高まっており、精錬所の経営は難しくなりつつあった。 そのため、精錬所機能の集約につながる売行の推進に拍車がかかり、一方、日立鉱山のような売行を行う大規模な精錬所は、大資本をバックとして塩害に対する保障や、塩害防止対策に積極的に投資をしていくことが求められた。新設された太遊院精錬所には、当初、その形状から八角煙突と呼ばれた中央煙突が、 精錬所の裏山に建設された。八角煙突はレンガ造りであり、高さ80尺、太さは内径15尺であった。当時は低い煙突を用いて、煙害の被害地域を極限化するという手法が、煙害対策の常識とされていた。八角煙突建設時の日立鉱山所長であった、竹内恒彦によれば、八角煙突はその煙害対策の常識に基づいて、 低煙突として建設されたという。太陽院精錬所の開設後、精錬過程で排出される廃炎は、八角煙突から排出されるようになった。前日のように本山から峠を越えたところにある入島地区では、日立鉱山の発展に伴い塩害が頻発するようになっていた。太陽院精錬所建設に際しては、峠を隔てたとはいえ、ほど近い本山にあった精錬所が、 東の太陽院へ移るので、移転後は、塩害がほとんどなくなるであろうと、鉱山側から言われたというが、実際には時節に述べるように銅の精錬量が激増したために、塩害は、元山時代よりもさらに激化することになった。日立鉱山のような銅鉱山における塩害とは、主に鉱石中に含まれる溶が、精錬時にアリュー酸ガスとなって排出されることにより、 鉱山周辺の農地や山林に被害を与える現象である。また、アリウ酸ガス以外に鉱石や金属が粉末化して肺炎中に混じって排出され、それらもまた農地や山林に被害を及ぼす。同鉱石の場合、鉱石中の養分は20%から35%であり、当時、日立鉱山の鉱石と他の鉱山から媒鉱によって、 入手した鉱石の養分の平均は約25%であった。この鉱石中の養分のうち約4分の3が硫酸ガスとなって排出された。前述のように1908年11月に本山から太陽院へ精錬機能の移転が始まり、その後太陽院での精錬機能が急ピッチで強化されていく。しかし、精錬体制の強化とは、 対照的に、塩外対策は全く進められず、結果として、大陽院での生産拡大はそのまま塩外の激化へとつながることになった。塩外は、被害状況の深刻化とともに、被害地域も拡大していった。本山で清涼が行われていた時代には、塩外は元山近くの当時の中里村、日立村に限られていたものが、 1909年から1910年になると農作物の被害は当時の一丁六村に広がり、被害作物も蕎麦、タバコ、クワそして各種の野菜や果物類に広がった。また山林の被害は農作物の被害地域を上回る一丁八村に及んでいた。塩害の加害者である日立鉱山側は塩害の原因は精錬に伴って排出される。 アリューサンガスであることを認め、1909年1月には、日立鉱山省務課内に、園外調査と被害保障について担当する辞書係を置いた。このように、鉱山側が、園外問題発生後、早期に被害保障に乗り出した理由としては、当時足尾銅山などの公害問題が、大きな社会問題化していたことと、前日のように、日立鉱山の前身である。 赤沢銅山時代に、公害の被害に対して、保障を行う観光があったこと、そして江戸時代からの経緯があって、地域住民たちの公害に対する意識が高かったことが挙げられる。しかし、被害地域の拡大と深刻化が進む中で、1910年以降、園外に対する抗議の声が高まっていった。1911年1月には、 園外被害地域の2町八村の町村長、軍会議員、地主などは、園外対策協議会を結成し、同年2月には開会中の第27回帝国議会に、園外被害民、代表119名が、日立鉱山の園外保障額に対する不満とともに、早急な園外対策を求める請願を提出した。この頃になると激化する園外は、日立鉱山そのものの創業にも、 悪影響を及ぼすようになっていた。鉱山周辺の山林は、塩害の影響で木が枯れ果て、茅が生えるだけから地と化していた。そのため土砂崩落や茅地の火事が頻発し、鉱山施設の創業に大きな支障を来すようになっていたのである。このような状況下で、日立鉱山は、塩害対策に本腰を入れざるを得なくなった。明治末期から、 大正初期にかけて理化学的方法によってアリウ酸ガスの除去を目指した硫酸工場。結局製造した硫酸が思うように売れず、計画は断念された。日立鉱山の急速な発展に伴う精錬量の急増は当然のことながら塩害の激化を招いた。塩害の主因は主として肺炎中に含まれるアリウ酸ガスであるため、 塩害を防ぐには、排炎中のアリュー酸ガス濃度を被害が出ない程度にまで薄めるか、または排炎中からアリュー酸ガスを除去すればよい。被害の拡大と、鉱山周辺住民との摩擦の激化を前に、日立鉱山側は2つの塩害防止策を進めた。排炎中から理科学的な手法で、アリュー酸ガス成分を除去する試みと、排炎中のアリュー酸ガス濃度を低下させる試みで、ある。 塩害の主因は肺炎中に含まれているアリウ酸ガスであるため、肺炎中のアリウ酸ガスを取り除くことができれば、問題は大きく軽減される。そのため、日立鉱山では1911年6月に、肺炎中のアリウ酸ガスの活用とともに、塩害減少を目的として、肺炎中のアリウ酸ガスから、鉛質法を用いて、硫酸を製造する試験工場を建てた。 しかし、肺炎中のアリュー酸ガス濃度が安定しなかったため、なかなか硫酸製造がうまくいかなかった。そこで、硫化工を賠償して発生するアリュー酸ガスを使用する方式に変更したところ、ようやく創業が可能となった。しかし当時はまだ化学工業が未発達であり、硫酸を使用する化学肥料や化学繊維工場も日本国内にはなかったため、 肝心の硫酸は思うように売れずに1915年12月には工場は休止に追い込まれた。その他にも沿道に沈着した硫黄からに硫化炭素を生成し殺素材として売り出す試み、さらには溶鉱炉内に重油を加えて硫化水素を発生させアリ酸ガスと反応することによって硫黄を回収するという還元溶鉱炉の試験も行ったがやはりうまくいかなかった。 明治末期から大正初期に撮影された肺炎中の神峰遠藤肺炎中のアリューサンガス濃度を低下させるためには肺炎を空気で薄めて排出すればよいと考えた日立鉱山当局者は1911年5月に神峰遠藤という新たな肺炎施設を完成させた。これは太陽院精錬所から神峰山の尾根沿いに中原まで伸びる 総延長約1630メートルに及ぶ、高さ約7尺、幅12尺の鉄筋コンクリート製の沿道であった。神峰沿道は、沿道中に200馬力の送風機を設けて、肺炎を送り込み、沿道に開けられた十数箇所の穴から排出する仕組みであった。肺炎が長大な沿道を流れる中で分散して、排出されることによって、肺炎中のアリュー酸ガスを中心とした。 有害物質の濃度を下げようと考えたのであった。神峰遠道はその形状と遠道の十数箇所から煙を排出する様子が、巨大なムカデが山を這い上がりながら、煙の手足をうごめかしている様子に例えられ、百足遠道との別称が付けられた。神峰遠道は、建設に至る経緯などについての記録が残っていない。そのため、建設期間や建設費用については不明である。 しかしこのような、長大な沿道の建設には、多額の費用と時間を要したものであると、推察されている。ところが肺炎が空気よりも重いためか、分散して排出された肺炎は風によって、峠を越えた後、山の斜面に沿って流れ、谷まで再び集められてしまった上で、人里まで降りてきたのである。特に入島では、神峰沿道は、八角煙突よりも距離が近いこともあって、 縁外が激甚を極める結果となった。当時、諸務課長として、縁外対策など公害問題に対応していた、住谷太郎によれば、神峰遠藤は、遠距離の縁外には相応の効果があったと見られるが、近隣の縁外についてはあまり効果が見られなかったとしており、結局神峰遠藤は、縁外防止にはほとんど役立たなかった。そのような中で、神峰遠藤は、 無事ない武士という、ありがたくないニックネームを付けられてしまった。結局、神峰遠藤は1915年3月1日の大煙突の使用開始後に煙突としての使用を中止した。その後、第一次世界大戦に伴う公共によって、鉄の価格が冒頭した1917年から翌1918年にかけて大部分が取り壊され、鉄筋は回収された。 ただし敷地内の部分については、第三煙突や大煙突の煙地として使用されていたため、撤去されずに残された。残存部分のうち、大煙突より先は、常磐自動車道の建設に際して撤去された。大煙突に至る、密閉エンド部分は、現在も使用されている。多額の費用と日時をかけて建設したと考えられる、神峰エンであるが、 期待に反してほとんど塩害防止の役に立たなかった。この状況を踏まえて、久原房之助は、神峰遠道の大延長構想を立てた。総延長約1630メートルの遠道では、肺炎の希釈効果が薄いのならば、もっともっと遠道を長くして、多数の排出口を設ければ、肺炎希釈の実が上がると考えたのである。実際にどのくらいの延長を構想していたのかは、 計画書が現存しないために不明であるが、上峰山の山頂付近まで沿道を伸ばし、廃園口も20ないし30といった数でも受ける計画ではなかったかと推察される。この計画については1912年5月に、日立鉱山所長から、久原本部の支配人となった、竹内恒彦から、久原久之助に宛てた書簡の中で触れられている。 書簡は1912年6月初旬に書かれたものと推測されており、神峰遠道の延長計画の実現を延命する、久原に対して、竹内は延長工事のために妊婦を募集したもののちょうど、東北地方の田植え時期に重なったためを持ったように、人が集まらず、さらに遠道を大延長するとなると、廃煙を行うために要する送風機を起動する、電力の問題や、 沿道の断面積をどうするか、そして莫大な建設経費、沿道の運用を起こすと短期間では到底住みそうもない建設にかかる日時など沿道大延長を行うにあたっての数々の大問題に苦悩した内容となっている。しかし神峰沿道の大延長計画は間もなく中止に追い込まれた。1912年6月15日、政府から 肺炎ガス濃度制限命令が出され、政府の意向に沿った肺炎対策を実施せざるを得なくなったためである。対象初期、八角煙突、神峰煙道、第三煙突が揃って肺炎中の状況。左から、神峰煙道、八角煙突、第三煙突1912年6月15日、竹内コレヒコは、脳商無時間から煙害防止のため、 アリュー酸ガスの濃度を規定値以下にした上で排出すること。肺炎が煙室を通過する速度を規定値以下にした上で、煙室内に沈殿したエンジンを適宜除去するか、さもなければ、エンジンを収集する装置を設けること。そして、蒸気の目的を達成するための施設の設計図を、同年12月25日までに、農商務大臣に提出し、認可を受けるよう等の命令を受けた。 これは、日立、足尾、小坂、別市などといった有力道鉱山周辺で激しい塩害が発生し、大きな社会問題を引き起こしている状況を見た、農商務省が学者らの協力を仰いだ上で決定した塩害対策を各鉱山に実施させようとしたものであった。さらに、農商務省は1913年3月に、 麦作の影響を防ぐために4月半ばから5月半ばにかけての30日間、そしてタバコの作付けに対しての影響を防ぐために6月半ばから8月初めの50日間のアリウ酸ガス濃度を引き下げるように命じた。これらの農商務省の命令は肺炎ガス濃度制限命令と呼ばれ、肺炎中に含まれる。 アリューサガス濃度を低下させることによって、塩害を軽減させようと目論んだものであった。また、肺炎が煙室を通過する速度を規定値以下にした上で、煙室内に沈殿したエンジンを適宜除去するか、さもなければ、エンジンを収集する装置を設けることとの規定は、肺炎中に含まれる有害なエンジンの除去を目的としたものである。この命令を受けて、 日立鉱山側は1912年の年末、農商務省に計画書を提出した。計画では、政府の命令に従って廃煙中のアリューサンガス濃度を低下させて排出させるために、新たに3本の煙突を建設するとしていた。3本の煙突の建設場所は、神峰遠道の先端に第一煙突、精錬所の裏山、既存の八角煙突よりも高所に第二煙突。 第3煙突を建設する予定であった。ちなみに、第2煙突の建設予定場所は後に大煙突が建設された場所であった。3本の煙突のうち、第2、第3煙突は全く同じものであった。高さ約36メートル、内径約18メートルという樽を思わせる、ズングリとした形状であり、 煙突内部には高さ約11メートルの卵型を、した煙突が6機配置されていた。第一煙突は、第2、第3煙突よりも一回り、小さく、高さ約24メートル、内径約11メートルの煙突内部に卵型を、した煙突が4機配置されているものであった。このような構造を採用した目的は、煙突内部に配置された複数の小型煙突に、 肺炎を分散することによって効率的に空気と混合させることにあった。その上で煙突の底部に扇風機を複数設置し空気を送り込んで肺炎を希釈するとした。しかし当時の日立鉱山は電力不足であり計画中の夏井川の発電所が完成後に扇風機は使用するとして煙突完成後2年間は肺炎中のアリューサンガス濃度の基準を緩めてもらうよう要請した。 結局、計画案、そして期限を区切った、アリウーサンガス濃度の基準緩和について、農商務大臣の認可を得ることに成功した。しかしながら、日立鉱山当局者はこの農商務省の命令に基づく煙突の効果に大きな疑問を持っていた。なぜならば、肺炎を希釈して排出する目的で建設された紙、 ミネエンドウがほとんど効果がなく、肺炎を希釈させて排出する手法そのものを疑問視していたためであった。しかし、政府の命令を無視することもできない。そこで、計画案にある3本の煙突のうち、まずは第3煙突のみ作ってみて、様子を見ることにした。現在の第3煙突1913年6月、鉄筋コンクリート作りの第3煙突は完成し、 使用が開始された。第三煙突建設の主目的は排煙中のアリュー酸ガス濃度を希釈させて排出することである。そこで煙突完成後、農商務省が提示した基準値がクリアされているかどうかテストが行われた。テストの結果は極めて良好であった。前述のように電力不足のために扇風機の使用が行われない状況下であったが、その状態でも 農商務省の規制値を優にクリアする低濃度を達成していた。つまり第三煙突は肺炎を薄めて排出するという点では目標を達成した。しかし、日立鉱山当局者が危惧していた通り、第三煙突は肝心の煙害軽減には全く役立たなかった。同年夏には茨城県北部の主要作物の一つであったタバコに甚大な煙害が発生した。 そして、園外は、日立鉱山関係者にまでも、直接的な被害を及ぼすようになってきた。鉱山住宅に住む労働者たちから苦情が出されるようになり、大友院の小学校校長からは、園外が原因の席で、子供たちが苦しんでいるので何とかしてほしいと、ねじ込まれる始末であった。この政府の命令によって建設された煙突は、農商務省に提出された計画書内では、 第三煙突という名称が付けられていたが、第三煙突と呼ばれることは稀で、ずんぐりしたその形状から、タンク煙突とか、ダルマ煙突、また、政府の命令によって建設されたため命令煙突。しまいには、政府の命令に従って、日時と費用を費やして建設したのにもかかわらず、全く塩害軽減に役立たなかったために、アホ煙突とも呼ばれるようになってしまった。結局、 第3煙突も神峰炎道と同じく1915年3月、1日大煙突の使用開始後に廃止された。廃止後、第3煙突は神峰炎道とは異なり、取り壊されることなく残っている。1911年5月の神峰炎道の完成後も激しい煙害は止むことがなかった。同年7月には、多賀郡南部十家村から茨城県知事に対して、 塩害の保障問題解決のために憲比による調査機関の設立を要請する請願が提出された。そして9月には、麦の保障問題がこじれた、国部村村民約600名が、日立鉱山に押しかける騒ぎとなった。11月には、茨城県通常見解は、満場一致で塩害についての調査と被害者救済を進めるという内容の、日立鉱山の塩害に関する、 意見書を決議するに至った。1911年の沿岸被害地域は、現在の日立自然域と高萩市、日立大田市の一部にまで拡大した。翌1912年に入ると沿岸は、さらに激しさを増していった。とりわけ鉱山に近い入島地区は、1915年3月大煙突の使用開始までの間、激烈な沿岸に見舞われることになった。 しばしば塩害に襲われた入島では、山林が枯れて肥料が作れなくなり、塩害に加えて堆肥までなくなるという事態に陥った、ため、作物の生育も、ままならなくなっていった。また、桑も枯れてしまって、養蚕もできなくなり、生計の維持が困難になりつつあった。絶望的な状況か、故郷を捨てて移住する案が真剣に考えられるようになり、実際、 栃木県ラスへの集団移住が検討されるに至った。また、日立鉱山側と鋭く対立したのが、タバコ生産者であった。タバコは塩害に極めて弱く、日立鉱山の肺炎は特産であった、水譜タバコを直撃したのである。タバコの専売収入は、国の貴重な財源であったこともあり、塩害の激化とともに、タバコ生産者とのトラブルは激化していった。 1913年7月、水婦タバコ生産同業組合は、日立鉱山側に対して、早急に塩害防止策を講じるか、さもなくば、タバコの生育期間である5月1日から9月20日までの、精霊を中止することなどの7項目の要求を突きつけた。そして翌1914年7月になると、水婦タバコ生産同業組合は、 日立鉱山側からの保障が不十分であるとして、まずは鉱山側との直接交渉で事態打開を目指すものの、不調に終わった場合には、茨城県知事への陳情、さらに選売局長を通じて、大倉大臣を動かし、大倉大臣と農商務大臣との大臣接触で、精霊中止を目指すといった運動方針を決議する。1914年、円買いはピークに達していた。 当時、日立鉱山側と園外被害者との間には一触即発の空気が流れ始めていた。同年6月、被害民約80名が日立鉱山事務所に押しかけた。7月の地元新聞報道によれば、園外被害民たちは最後の手段として1万5000人で日立鉱山を襲撃、包囲して鉱山側に要求貫徹を迫る作戦準備。 戦闘準備ができていると報じ、また同月の別の報道でも近日中にタバコ農家の園外被害者たちが何らかの具体的行動に打って出るであろうと言ったと伝えていた。1914年には、日立鉱山の園外保証金の支払い総額は約24万円に達した。当時、日立鉱山の事務所には、園外の賠償を求める人々や、 塩害防止設備建設を訴える人々がひっきりなしにやってきていた。その上、前述のように塩害は日立鉱山関係者にも被害をもたらすようになっており、鉱山における保険、衛生問題も降りかかってきた。これまで取られてきた塩害対策は事実上すべて効果がなく、鉱山内外から持ち上がる諸問題をその場限りで何とか片付けるのがやっとであった。 全都に巧妙が見出せない中、関係者には、徒労感が募っていった。しかしまだ唯一希望が残されていた。1914年4月、農商務省から大煙突の建設認可が下り、その建設が始まっていたのである。大煙突の建設を提唱し、建設の段を下した日立鉱山経営者の久原、ふさの助。激しさを増す塩害と塩害被害者である。 地域住民との圧力が高まる中、園外対策は挫折続きであり、日立鉱山の関係者には、徒労感が募り出していた。このような中、日立鉱山の最高経営責任者である、久原久之助が、当時の常識から考えると、極めて常識外れのことを唱え出した。久原は、園外対策のためには、低い煙突を用いて、 被害地域を極限化すべきとの当時の常識に真っ向から反し、高い煙突を建設しようと提案したのである。これが日立鉱山の大煙突建設の発端であった。クハラがなぜ高い煙突の建設を主張するようになったのかと言うと、彼はかつて経営していた小坂鉱山での経験を理由として挙げた。小坂鉱山での経験では、 煙はまっすぐ上昇するので、煙突を高くすれば上昇した煙は、高層気流に乗ることによって拡散し、間違いなく塩害は減らせると主張したのである。また洋を噴出する、富士山のような火山も、また、高所から噴出するがゆえに人化に影響を与えることがないとも考えた。従って、当時の清涼法では大量のアリウ酸ガスを出さざるを得ない以上、 出来得る限り高い煙突を建設し、アリウ酸ガスを上層気流に放出して飛散させるしか方法はないと大煙突建設の正当性を主張した。クハラが提唱した大煙突案は当時の常識に反したものであったため、早速反対論が紛失した。当時考えられていた最も有効的な塩害対策というものは、まずイオーブンを低下させた鉱石を精錬に用い、 精錬によって出されるアリュー酸ガスを含む肺炎は空気と混合させて肺炎する仕組みを持つ低い煙突を用いて排出することによって被害地域の極限化を図り排出後は速やかに空気中に拡散させてアリュー酸ガス濃度を十分低下させることを狙うといったものであった。クハラの構想は有効と信じられていた塩害対策とは大きく異なるため 多くの反対論が唱えられることになったのである。反対論の中でも最も強く唱えられたのが、煙突を高くすれば、高くするほど、肺炎の拡散範囲が広くなり、結果として、煙害の被害地域が拡大するという意見であった。また、そもそも煙害が発生するのは、雨天や霧やもやが出るような悪天候の時であり、そのような天候時には肺炎は上昇せずに地表低く。 流れてしまうため、少しくらい高い煙突を立てても無意味であるとの意見。さらには高いところから肺炎を排出すると気温が低いため、水蒸気が凝縮して肺炎の溶石も減少するため、速やかに地上に降下するのではという意見や、高所では気圧が低下するため肺炎の不要を妨げるのではとの説を唱える者も,もいた。そして莫大な費用を費やして高い煙突を立てるくらいならば、 科学的にアリウ酸ガスを除去する装置の開発に投資して欲しいとの意見も出た。クハラが唱えた大煙突建設に対して多くの反論が唱えられる中、日立鉱山の技術陣は実際に各種のデータを集める中で大煙突の有効性を検証していった。この検証は大煙突方式の有効性の実証のみならず、 実際に建設された大煙突の設計に生かされていくことになる。八角煙突、第三煙突での肺炎拡散状況の観察とデータ収集日立鉱山の技術人は既存の八角煙突と第三煙突で肺炎の拡散状況について調査を行った。まず肺炎を希釈させてから排出する方式の第三煙突における 肺炎の拡散状況についての観察から、希釈された肺炎は、第三煙突から排出されても思うように、拡散しないばかりか、空中に拡散するよりも、むしろほぼ排出されたままの濃度で地上まで降りてくる傾向があり、地上に降りてしまった肺炎が風によって各地に運ばれ、煙害を引き起こすとした。一方、肺炎を薄めて排出する機能がない、八角煙突では、 煙突から排出された濃度の濃いままの肺炎がどのように拡散するのかを実測した。すると、第三煙突の薄められた肺炎よりも希釈の効率が良いことが判明した。これらの結果から人為的にある程度肺炎を薄めた上で排出するよりも自然に肺炎が希釈されていくことを利用した方が効率的であると判断した。 そこで煙突から排出された後の排煙の希釈率と地上で煙害が発生する場合とを勘案して拡散がよりスムーズに進む状態で排煙させることが煙害軽減の鍵となるとした。具体的には清廉将来山の高所に高い煙突を建設すれば排煙が地上に達するまでの間に広い空間が確保できるため人為的に排煙を薄めた上で排出するよりもより 薄められた状態で地上に達すると考えられ、また肺炎が地上にまで降下する確率も低くなると判断した。つまり高い場所から肺炎を出した方が、より肺炎の濃度が低下し、また再び地上に降下する確率も下がると主張したのである。高層気象観測、大正初年、日立鉱山の山の神祭で挙げられた、アドバルーン。このアドバルーンが、 日立鉱山での高層気象観測開始のきっかけとなったと伝えられている。久原が主張する高い煙突が塩害対策に役立ちそうだとの感触を得るようになった日立鉱山の技術陣であったが高い煙突を立てると言ってもはっきりした根拠もないままに建設に踏み切るのは問題であるとの声が上がった。また一体どのくらいの高さの煙突が良いのか。 そもそも技術的にどのくらいの高さの煙突まで建設が可能なのかについても検討されるようになった。そこで、神峰山の頂上に観測所を設けることになり、神戸海洋気象台に勤めていた藤原崎平の指導を受け、高層気流の観測を開始した。続いて、高層気流観測のために気球を上げることになった。 そこで当時気球の研究を進めていた陸軍の臨時軍用気球研究会に職員を派遣し、委員を務めていた田中立愛吉らから気球の製作、軽流方法、そして上げ方の指導を受けた。臨時軍用気球研究会で気球について学んだ後、気球製作所から30メートルと50メートルの軽流気球を購入した。購入した気球は鉄くずに、 気流酸をかけて発生させた水素を詰め、風力、風速、気圧などを測定する機器を搭載して、神峰山頂上から上げて、高層気象観測を行った。また、臨時軍用気球研究会から気球製作所を紹介され、気球製作所の社長が、日立鉱山をしばしば訪れるなどして、指導を行い、その指導の下で、日立鉱山側は気球を製作し、 高層気象観測を進めたとも伝えられている。この大煙突建設のための気球による高層気象観測は約1年間行われたと伝えられていて、当初、上峰山山町で行われていた観測は間もなく宮田小学校がある付近にあった福内農場に移転したと考えられている。この福内農場で気球を用いた高層気象観測時に上空で気球が 強風に煽られて、支え綱をつけたまま飛ばされてしまったため、係員が必死になって追いかけたことがあったとの話も伝えられている。風道、そして九慈川での実験構想気象観測の他にも、大煙突の有用性を検証する試みがなされた。まず風道による実験が行われた。続いて、煙突の高さと塩害について考察するために、九慈川で実験が行われた。 九慈川での実験はまず川底にヘチマを並べて貼り付け、その中心にゴム管をつなげたガラス管を立てた。その上でゴム管に赤インクを注入し、赤インクの広がり具合を観察した。そこにゴム管をつなげたガラス管は煙突、川の流れは気流、赤インクは肺炎、そしてヘチマは農地や山林に見立てたのである。もちろん煙突に相当するガラス管の長さは、 長短様々な場合で実験を重ね、肺炎に当たるインクの流量も変えながらデータを集めた。実験結果から塩害を防ぐためには、煙突は高い方が良いことが示されたが、煙突を高くするだけでは塩害をなくすことは不可能であるとの結論が導き出された。このように大煙突の有用性を示すデータは積み重ねられてきたというものの、 未だその有用性に確証を持てる段階には至らなかった。建設反対派はあくまで煙突の高さは高ければ高いほど被害地域が拡大するとして巨額の費用を投じて大煙突を建設した挙句、塩外の被害地域を広げてしまいままで以上の賠償金を支払わねばならない羽目に陥ったらどうするのかと主張し続けた。結局、久原はこの大煙突は 日本の工業発達のための一試験台として建設するのだ。幸いに良きのごとく走行支援外を縮小し得れば、日立鉱山のため、日本の工業界のため経過に耐えないし、よし不成功に終わっても、我が工業界のためには、悔いなき、尊き体験となる。今後いかなる煙突を、草案建設すべきかを示唆し得れば、もって我々の労苦は償われたと見るべきではないか。 大煙突建設の段を下した。久原の決断には、当時の景気動向は堅調で、日立鉱山をはじめとする久原の事業は、急速に発展している最中であり、塩害対策のための大煙突建設という生産に、直接プラスとならない、大規模投資が可能であったという背景があったことも、見逃せない。巨大な大煙突の外足場前で、記念撮影を行う工事関係者たち、 右与曲折の末、大煙突の建設が決定されたが、高い煙突から排煙を行うことによって、煙害を起こす有害物質を拡散させるという建設の狙いから考えると、煙突の高さは高ければ高いほど目的を達成できる可能性が高まることになる。しかし技術的問題や建設コストを考えると、当然建設可能な煙突の高さには限界がある。 大煙突の建設決定にあたり、まず建設する煙突の高さが問題となった。久原久之助は、当初、350尺のものを考えていたというが、久原の右腕であった、竹内コレヒ彦は500尺の鉄筋コンクリート製の煙突を丘の上に建設する案を提示した。技術者上がりであった竹内は、これまで行われてきた、高層気象の観測データ、 風洞やくじ川で行われた模擬煙突の拡散実験データを踏まえ、500尺案を提案していったものと推測されている。大煙突の下書き設計書は、大煙突建設反対派が主張した100尺、そして300尺、500尺のものがあるが、結局竹内が主張する500尺案をベースに計画が進められることになった。 実際に建設された大煙突は500尺よりも少し高いものとなった。現在残っている記録によれば、大煙突の設計図上では510フィートであり、また1917年の土木学開始の日立鉱山の元凶では511尺と紹介されている。一方、大煙突設計の総責任者、宮永平作は511フィートであるとしており、 日本工業の社種でもやはり511フィートであるとしている。また、日立鉱山市の本群においても511フィートのメートル換算である155.7メートルとなっており、一般的には設計の総責任者の宮永が言う511フィートであるとされている。なぜ竹内が提唱した500尺の煙突が最終的に511フィートとなったのかというと、 当時世界最高のアメリカグレートホールズの508フィート大煙突を超える高さの煙突に設計変更されたためであった。当初の設計よりも少し高くしさえすれば世界一の高さの煙突となるわけであるから、せっかくならば世界一のものを作ろうということになったのである。しかも1908年に建設されたグレートホールズの大煙突は、 レンガ作りであったが、日立鉱山の大煙突は、鉄筋コンクリート作りの計画である。当時の日本は、コンクリート技術の黎明期であり、鉄筋コンクリート建築も広まっていなかった。このような状況で、世界で最も高い煙突を鉄筋コンクリートで作ろうという野心的な大工事が始められることになった。大煙突の建設認可1914年4月8日、 日立鉱山所長の斎藤康介は、農商務大臣山本達夫に対して大煙突の建設申請を提出した。申請の中で、斎藤は政府の命令に基づき肺炎を希釈して排出する第三煙突を建設したが、その稼働状況から判断すると、日立鉱山の場合は地形的に出来得る限り高所から肺炎を放出して自然希釈させる方が、 塩害防止に役立つと判断したと大煙突、建設の根拠を説明した。その上で、精錬所浦山の高地に500尺の大煙突を建設したいと考えているので、特別の計らいをもって認可をお願いしたいとしている。また、もし大煙突を使用した結果、塩害防止状況が不良に終わった場合でも、既存の八角煙突、 神峰ぬ沿道第三煙突そして大煙突の計四本の煙突を使用して廃炎を行えば政府のアリューサンガス濃度ド規制値を十分クリアできるとした。そして大煙突の工事竣工期限は1914年12月31日としていた。当時の主流学説に反する大煙突の建設申請についてはあらかじめ久原ラ之サから 農商務省に対して根回しが行われていたと考えられている。認可にあたっては、農商務大臣の山本達夫と次官の橋本慶、サブローの理解を得て、大臣と次官の配慮もあって、日立鉱山に例外として試験的に大煙突建設が認められたとされている。実際の大煙突の建設認可は4月14日に降りた。大煙突本体大煙突設計の総責任者は、 当時30歳の宮永平作であった。宮永は大煙突の建設に先立って、石岡第一発電所の建設工事を指導していた。石岡第一発電所は、施設全般にわたって、鉄筋コンクリートが用いられた、日本初の発電所建設であり、中でも困難な水路工事、そして、世界初の試みとなった鉄筋コンクリート製のサイフォンを建設するといった活躍を見せていた。 宮永は、石岡第一発電所に続いて、世界一の高さの鉄筋コンクリート煙突の設計という重責を担うことになった。また大煙突の設計図には設計者として、宮永の他に、尾崎武宏の名がある。設計の総責任者の宮永は大煙突建設時、大阪の久原本部勤務であり、他の業務も担当していたために大煙突建設に、先進することができず。 尾崎が大煙突建設の現場で常時指揮を取ることになる。大煙突の設計関係資料としては、設計図と監督官庁である農商務省に建設許可申請時に提出した設計計画書が残っており、構造計算書は見つかっていない。設計計画書では煙突本体と基礎部分、そして沿道について記述されている。煙突本体については、 煙突の高さや太さ、煙突の壁口といった煙突の形状のほか、鉄筋の種類、背筋の状態、コンクリートの調合などが記載され、基礎部分についても、基礎の形状、鉄筋の種類、背筋状態、コンクリートの調合について記載されている。また煙道についてもその形状、鉄筋の種類、背筋状態について記載している。大煙突の構造計算書は残っていないが、 最新設計は、当時地震学の権威として知られた、大森府吉地の上限があったものと考えられている。日立鉱山の大煙突は、欧米諸国の設計、技術援助に頼ることなく、宮永平作に率いられた日立、鉱材工作家によって、設計、建設が進められた。煙突の建設場所は清涼所から標高でいうと、 約200メートル高い場所にある標高328メートル地点に建設された。農商務省に提出した申請書や設計図では500フィートの高さとなっているが、実際に建設された大煙突は蒸気の経過により511フィートである。大煙突は150フィートまでは内藤と外藤の二重構造となっている。大煙突の下部を二重構造とした理由は、 精錬所の肺炎という高温の排出物から煙突壁面を守るためであった。大煙突外灯の設置部分の内径は35フィート6インチ。鉄筋コンクリート製の壁面の厚さは2フィート、設置部分の外径は39フィート6インチである。煙突の内径は250フィートの高さまでは高くなるにつれて減少し、250フィートでは25フィート6インチとなり、 それ以上の高さは25フィート6インチで均一とした。壁面の厚さは300フィートまでは内径と同じく高くなるにつれて減少し、300フィートで8インチとなり、それ以上の高さは8インチで均一とした。したがって、煙突の頂上部は内径25フィート6インチ、壁面の厚さ8インチ、外径26フィート10インチとなる。なお、大煙突には、 平い針がなかったのではと言われることがあるが、実際には建設時に平い針が設けられていることが確認できる。内筒は高さ150フィートであり、設置部分の内径は29フィート2インチ。壁面の厚さは内筒は上下とも変わらず6インチ。設置部分の外径は30フィート2インチである。内筒の頂上部では内径26フィート4インチ。 外形は27フィート4インチとなる。内筒と外筒との隙間は、設置部分で2フィート8インチ、内筒の最上部で8インチとしていた。煙突本体の鉄筋は、アメリカ製のジョンソンバーを用いた。外形的には、鉄筋コンクリート工事の現場で通常用いられている、異形鉄筋とほぼ同一のもので、丸項に細い針金を巻き付けたような形状の突部と、縦に、 筋状の凸部があって、コンクリートとの接着力を高める工夫がなされている。鉄筋の成分的には、炭素が少なく、リンや硫黄が多く含まれた難航であった。この異行鉄筋を大煙凸外灯では二重に金網を張るように組み込み、内灯は一重にやはり金網を張るよう組み込んだ。組み込んだ鉄筋同士のつなぎ目は、 重ね継ぎ手と呼ばれる、鉄筋同士を重ね合わせる方式であり、重なり合った部分を亜鉛ッキされたと考えられる。針金で幾重にも巻いて結束するというやり方で処理されている。鉄筋同士の重なり部分の長さは、鉄筋の太さの40倍となっており、これは2017年現在の基準と全く同一である。大正時代の鉄筋コンクリート建築における継ぎ手は、 ガスパイプを用いて繋いでいたものが主流であるとされ、それ以前は主にブリキ板を丸めたもので繋いでいたと言われており、対象初期に鉄筋コンクリート建築に重ね継手を採用し、しかも継手の長さ基準も現在と同様なものを採用している例は他に見られない。コンクリートはセメント、砂、砂利などの骨材を1、1.5、3の割合で混合したものを用いた。 なお、当時はまだコンクリートの調合に、水量の規定は設けられていなかった。大煙突は後に1993年に、大煙突が上部3分の2が倒壊した後に改修がなされており、改修時に倒壊した煙突のコンクリートを検査した、結果、セメントの混合比が高い不調合のコンクリートが用いられていることが明らかとなった。大煙突の建設当時セメントは、 高価な建材であり、このことからも日立鉱山が大煙突建設に思い切った設備投資を行ったことが見えてくる。またコンクリートの圧縮強度の試験を行った結果、建設後約80年を経過した後の調査であるのにもかかわらず極めて高成績を示しており、日本建築学会が定めるコンクリート強度の指標に基づく、 高強度コンクリートの値を超える圧縮強度を出したサンプルもあった。コンクリートの中性化についても長い期間精連所の肺炎を排出し続け、約80年間風雨にさらされ続けた悪条件にもかかわらず、中性化の進行も少なかった。コンクリートに使用した砂、砂利などについては、砂は当時の新聞によれば、磯原海岸から調達したと報道されているが、 大煙突崩壊後に行われたコンクリートの検査結果によれば、石英、超石、奇石などからなるセンサであると判断された。また砂利はすべて採石であり、戦力岩や砂岩などが確認された。日立鉱山周辺の地質から大煙突本体で用いられた砂利は、鉱山から掘り出された採石が活用されたと考えられる。大煙突本体は、 監督官庁である農商務省に建設許可申請時に提出した設計計画書において材料は特に生鮮したものを用いる計画としておりアメリカから輸入したジョンソンバーの使用当時効果であったセメントの混合比が高い不混合のコンクリートの使用そして現在の基準も満足する鉄筋の重ね継ぎての定着調、やはり基準を凌駕するコンクリート強度などに 大煙突の思考の優秀さが現れている。しかし、大煙突建設当時はまだ、鉄筋コンクリート建設の黎明期であったため、やはり研究不足であった点も指摘できる。大煙突のコンクリート建築で問題があったのは、打ち継ぎ目の処理であった。コンクリートを打ち継ぐ場合、コンクリート表面に形成された、冷炭素を除去した上でさらにコンクリートを5センチメートル、程度は、 釣り取る必要があるとされる。しかし当時、コンクリートの打ち継ぎ目処理についての必要性がまだ十分に認識されておらず、処理が全くなされないままでコンクリート打ちがなされたと考えられている。この打ち継ぎ目部分の欠陥が、後の1993年に大煙突が上部3分の2が倒壊した原因であると推定されている。大煙突の基礎部分大煙突の基礎工事。 後継大煙突の基礎部分は直径85フィートの円形であり、大煙突本体直下は13フィートの深さである。基礎の深さは大煙突本体直下から内側、外側とも徐々に薄くなり、内側、外側とも最も薄い部分で4フィートとなる。基礎部分も鉄筋を組んだ上でコンクリートを打ち込む、鉄筋コンクリート作りであり、大煙突本体では、 アメリカ製の異形鉄筋を用いたが、基礎部分については、丸鋼が用いられている。また、基礎部分のコンクリートは、セメント、砂、砂利などの骨材の混合比が1、3、5のものが用いられた。なお、1974年4月に、名古屋大学工学部土木工学科によって行われた、大煙突の振動測定結果から、 大煙突の基礎部分は極めて良好な状態にあると診断されている。煙道大煙突の煙道はこれまでに建設され、稼働中であった八角煙突、第三煙突から煙道を延長する形で建設された。煙道は煙突本体と同じく鉄筋コンクリート製で総延長は約413メートル。断面の上部は放物線。 株は大円型をした形状で作られた。鉄筋は大煙突の基礎部分と同じく丸鋼を使用した。建設中の大煙突の足場大煙突の建設が農商務省から認可されると、早速建設工事が始まった。工事は基礎部分の建設から始められた。建設予定地点の岩盤まで直径約25.9メートル、深さは約4メートル地面を掘り下げ、 鉄筋を組んだ上でコンクリートを打ち込んだ。基礎部分の鉄筋に使用した丸工は145トン、使用したコンクリートは約3500トンであった。当時まだ大規模な鉄筋コンクリート建築が行われていない時代であったため、基礎工事からしてその規模の大きさは工事従事者たちを驚かせた。基礎が完成した後、いよいよ煙突本体の工事が始まった。 まずは、高い建造物を建設するために必要な足場を組む、ことから始まった。足場に使用した丸太は平均長島のものが約3万本。丸太を組むのに当初は、縄や針金を使用したが、強度不足のためシュロナーに変えられたという。シュロナーは全部で5万4千は使用され、本体工事終了後に、足場が解体されて運び出された、シュロナーくずは合計60トンに達したという。 当時の足場は鉄骨ではなく丸太で作られたこともあって大煙突の足場は巨大なものとなった。足場は全体として八角形に組まれ足場内部には幅約60センチの螺旋階段が設けられ作業員がすれ違うことができるように一坪程度の避難所が数箇所設けられた。何せ150メートルを超える大煙突の建設であり、 このような高所まで足場を組む技術を備えた飛び職は、日立にはいなかった。大煙突の足場を組んだ飛び職は一部は、東京あたりからやってきたとも伝えられているが、主に九州からやってきたと言われている。20名近くの飛び職は、高い技術で大煙突の足場を作っていったが、足場建設も、去ることながら工事完成後の足場解体が難しかったとのエピソードが残っている。 足場の中ではまず約10名の鉄筋工がアメリカから輸入されたジョンソンバーを針金で結束していき、続いてコンクリートが打ち込まれていった。国道6号線の宮田川に架か,かる日立橋周辺に当時あった広い河原にコンクリート材料を練る作業場が設けられ、そこでセメント、砂、骨材である砂利が混ぜられた上で人力で大煙突の作業現場まで運ばれた。 運搬作業員たちは材料が混合されたコンクリートが約2巻入った背負い箱を背負い大煙突の建設現場まで運んだのである大煙突のコンクリート打ちの工事現場には水が揚げられるようになっていたと考えられ運搬作業員たちが運んだコンクリート材料を水で練った上でコンクリート打ちの作業が行われていった宮田川の河原に設けられた作業所から人力で コンクリート材料を標高328メートルに建設する150メートルを超える高さとなる大煙突の工事現場まで人力で運ぶため、運搬作業は午前7時には開始され、約300名の運搬作業員が1日2回運んだと伝えられており、文字通り人海戦術であった。大煙突の工事が始まった頃は、まだしも、 工事が進むにつれて煙突はどんどんと高くなっていく。足場内部に設けられた幅約60センチの階段は簡単な作りのものであり、足場が高くなっていくと大きな幕を張って高さを感じさせないよう工夫がなされたもののぐらぐらと揺れ、風が吹くと猛恐怖であったという。なんとか現場まで到着してコンクリート材料を運び終えた後が、 荷が軽くなって一番危険であると作業員同士、お互い励まし合い、日立鉱山の監督者などからも危険を避けるためかよく、怒鳴られていたという。建設終了して足場解体中の大煙突、前述のように大煙突の設計、施行の最高責任者は宮永平作であったが、事実上の現場の最高責任者は尾崎武宏であった。尾崎は現場監督として、 日夜建設労働者たちと文字通り侵食を共にし、また高所での工事も現場で監督し、完成した155.75メートルの大煙突頂上の作業場で昼寝をしたとも伝えられている。そして、尾崎の他に岸本慶造が現場で指揮、監督を行ったとされている。大煙突建設に従事した労働者数は、日立鉱山市によれば、 男性32,389名、女性4,451名の計36,840人に及んだ。多くの労働者は、東北地方から募集に応じて日立までやってきた。工事現場の日東が当時は、通常18銭から20銭であったというが、大煙突建設工事の場合、倍以上の45銭であり、日東の良さのため労働者はすぐに集まり、 現場での生活環境も東北などより好条件であったこともあって勤務状況も良好であったという。また高所で足場を組む飛び職には驚くほどの高賃金を支払ったと言われている。また大煙突建設に必要な物資の輸送については前述のようにコンクリートは文字通り人海戦術で運搬したとされているが重量がある鉄筋や 足場用の丸太などの物資の輸送について、どのようにしていったのかが、はっきりとしていない。当時、日立鉱山の物資輸送に作動が利用されていったため、大煙突の建設用に作動が建設されたのでは、ないかとの推測がある。大煙突建設用の資材は前述のように現在の国道6号線日立橋付近と、あとは精錬所がある、太遊院に集められたと言われており、 そのうち体有印に集められた物資の大煙突工事現場までの輸送には作動が使用されたのではとも言われている。しかし大煙突建設関係の資料や当時撮影された写真からは作動があったという証拠は見つかっていない。大煙突建設における死者は2名とも3名とも言われているがはっきりとしない。工事経費は総額で152,218円と 伝えられているが、日立鉱山の大煙突建設直後に建設された、佐賀の関の大煙突工事費用から推測すると、15万2218円は、大煙突の本体工事のみの金額であり、煙道工事分は計上されていないと考えられる。佐賀の関大煙突の煙道建設費用からの推定では、日立鉱山の大煙突の煙道工事も10万円を超えたのではと言われている。 なお、日立鉱山の大煙突建設時に使用された巨大な外足場は、そのあまりの巨大さと風が吹いた時などの危険性の問題を設計責任者である宮永平作は強く認識した。そのため1916年に建設された550フィートの佐賀の関の大煙突では、九州が台風の上州地域であることなどを考慮して、 内足場の特許を持つアメリカのウェーバーチムニー、カンパニーの設計、技術指導を受けて建設が進められることになった。完成した大煙突大煙突の建設は当初1914年中に終わらせる予定であった。しかし第一次世界大戦の勃発によって鉄材の需給状況が変化したのに加えてドイツ帝国海軍巡洋艦が アジア方面にも出没していたこともあって、鉄材の輸入が遅れてしまい、1915年3月15日まで完成予定を延期する手続きを取った。それでも1914年12月20日には、大煙突本体工事は完成し、沿道などの付帯工事も1915年2月25日には2月中の完成の目途が立ったため、農商務省に使用開始の許可を求めた。 翌26日には、農商務省から使用を許可する、旨の連絡があり、1915年3月1日に、大煙突は使用開始されることとなった。大煙突の完成後、日立鉱山や鉱山に近い入島などでは、塩害は激減した。このように清錬所に近い場所の被害は明らかに、減少した。また、 日立鉱山の南側も被害が少なくなったが、北側は帰って被害が増えたとの報告がなされている。また、大煙突の使用開始後は、風向きがおおむね、西から東である冬季は、煙害の心配がほぼなくなったものの、主に春から夏にかけて、海から内陸に向けて、風が吹くような気象条件が続くと、以前よりも広範囲に煙害が発生することになった。この点では、 高い煙突が塩害を拡大するという大煙突、建設前の懸念が現実のものとなった。また、大煙突完成当時は第一次世界大戦の最中であり、折からの後継気の影響で、日立鉱山では銅の増産が急ピッチで進められていた。銅の増産は当然排出される、アリュー酸ガスの絶対量の増加をもたらす。結局日立鉱山側は大煙突とともに、 気象観測網を大々的に整備して、塩害の発生が予測される。天候時には精錬に制限を加える。制限要項を塩害発生の危険性に応じて、段階的に実施して、タバコなどの農作物被害を軽減させる方策を取ることになった。大煙突による入島など、日立鉱山に近い地域での塩害の激減と制限要綱によるタバコなどの農作物の。 塩害軽減によって、日立鉱山の精錬肺炎に伴う激しい塩害は少なくなっていった。もちろん塩害そのものがなくなったわけではないが、激甚な被害が減少したため、日立鉱山の支払う塩害の保証金は1914年度の約24万円をピークに大幅に減少していく。大煙突が塩害防止にもたらしたもう一つの利点は高い煙突であるがゆえに、 広範囲で肺炎の状況や煙の流れる方向が確認できるようになったことが挙げられる。つまり地元民からも精錬所の肺炎を目で監視することが容易となり対応がしやすくなったのである。そして日立鉱山の大煙突が塩害問題について挙げた成果によって日本では高い煙突を用いて肺炎を行うことが主流となっていった。九原ふさの助が提唱した。 戦尺の超大煙突、建設に向けて開始された高層気象観測で用いられた渓流気球。気球は格納庫内に収められている。大煙突と制限要項によって激しい煙害は激減し、煙害の保証金支払額も大幅に減少した。煙害による負担が軽減され、日立鉱山は一息ついた形になったが、日立鉱山の経営者である。 久原房之助はここで安心しなかった。なぜならば大煙突完成当時、世界は第一次世界大戦の真っ最中で、銅需要は文字通りうなぎ登りであり、芸機も続いていた。そのため、日立鉱山は精錬所の設備の増強に着手しており、銅製参考も急カーブで上昇していた。銅の精錬量の増加は硫酸ガスの排出量増大に直結する。 大煙突の完成とその効果を確認する間もなく、クハラは千尺の超大煙突建設構想をぶち上げた。そもそも千尺の大煙突については大煙突、設計者の宮永平作が、もし511フィートの大煙突の、塩害防止効果が思わしくなかった場合、さらに高い大煙突建設に踏み切らざるを得なくなる、可能性があると考え、千尺程度の大煙突の、 設計を試みたことがあったという。大煙突の効果に自信を深めたクハラは、日立鉱山における事業のさらなる拡大を目指して、新たに戦尺の大煙突建設を構想し、まずは構想気象観測を命じたのである。こうして1915年12月より、構想気象観測が行われた、観測は、渓流気球を用い、気球を上げた後、 高度100メートルごとに5分間停止して、気圧、気温、湿度、風向、風力などを計測し、天候が静温な場合には1400メートル程度まで観測を行った。そして気球による気象観測と同時並行で地上でも気象観測を行った。またゴム製の速風気球による観測も毎日2回継続して実施した。この気象観測によって、 気温の逆転層の存在を確認し、さらには高度による海風、陸風の変化など貴重なデータが集められた。しかし1918年11月に第一次世界大戦は終結し、早くも1919 19年の同性参考は減少に転じた。その後1920年からは深刻な不況期に突入することになる。戦争の終結と景気の後退は、 同需要の低下をもたらし、日立鉱山の銅の精錬量も減少していったため、戦車区の大煙突建設の必要性は消滅し、計画は中止となった。その結果、まず1919 19年11月末には、高層気象観測の主要部門が廃止となり、ゴム製の速風気球による観測のみ高はぎで、継続されたが、1924年1月には完全廃止となった。 塩害の主因はアルウ酸ガスの排出であるが、前述のように肺炎中に含まれる鉱石や金属の微粒子であるエンジンも原因の一つである。そのため煙突には通常エンジンを除去することを目的とした沈降室が設けられたり、日立鉱山の大煙突のような長い沿道を設けたりした。エンジンにもわずかな重力が働くため、長大な沿道を移動していく間にその多くが沈降する。 その結果、大煙突から排出される時点では、エンジンの多くが除去されているという仕組みである。ところで、エンジン内には、多くの金属が含まれており、日立鉱山では、正月と7月の山の神祭りの休日を利用して、沿道からエンジンを回収する慣例となっていた。日立鉱山の場合、エンジン内に、銅のほかに、金、銀が多く含まれており、 昭和戦前期の戦時体制が強化される前は、このいわゆる煙突掃除で回収した金、銀、銅で山の神祭りの経費を賄っていたとの記録も残っている。やがて鎮降室や長大な沿道によっても除去しきれないエンジンを回収することを目的として、囚人装置が付けられるようになった。日本の主力銅鉱山の中ではまず、足尾銅山が1918年、 アメリカのコットレルが発明したコットレル式の囚人装置を導入した。このコットレル式囚人装置は電気囚人機であり、足尾銅山に続いて別種銅山で採用され、良好な成績を上げた。日立鉱山では1936年、コットレル囚人機を沿道中ほどにある第三煙突手前に設け、エンジンを除去することになった。このコットレル囚人機の完成によって、 エンジンの9割以上が回収されるようになり、囚人機で回収されたエンジンは毎日採取されて、溶鉱炉へと戻されていた。コットレル式囚人装置の採用後の1939年、かつて塩害対策の一環として、明治末年から大正初期にかけて取り組まれた理化学的方法によるアリュー酸ガス除去の第一歩がなされることになった。ルルギ式硫酸工場の完成である。 日立鉱山では、硫化鉱としては、販売が困難な硫黄分35%程度の含む銅硫化鉄鉱を算出していた。これは、硫化鉱として販売するのには、硫黄分が低すぎる反面、日立鉱山の通常の精錬ルートで処理を行うには、硫黄分が多すぎるため関係者を悩ませていた。銅を含んでいる鉱石であるため無理をしながら、精錬に回していたのであるが、硫黄分が多いため、 アリューサンガスの発生もまた多量となり、まさに頭痛の種であった。ルルギ式接触法を採用した、リュー工場の完成後は、この養分35%程度の含む銅、硫化鉄鋼を原料として、リューを製造し、リュー製造後に精錬に回されるようになった。このように、リュー工場の稼働開始によって、かつて挫折した理科学的方法による、 アリューサンガス除去の実効的な取り組みが始まった。戦争が激しさを増す中で高いために遠くからでも目立つ大煙突に対する懸念が発生した。空襲や艦砲射撃の目標物となってしまうのではないかとの恐れであった。1942年12月、日立では特別防空演習が行われ、同時期に水戸の茨城県庁で 防空施設打ち合わせ会が開催され、防空対策として偽装や投下管制などが申し合わされた。このような情勢か、防空上の要請として、大煙突に明細を施すことが決定された。大煙突には建設以来久しぶりとなる、約50メートルの足場が組まれ、大煙突の下部約3分の一に明細を施す、工事が行われた。 この工事の施行業者は不明であるが、地元日立の塗装業者が手掛けたという記録が残っていないため、当時の大手建設会社のいずれかが行ったものと考えられている。明細の塗料はコールタールが使用され、黒いゼブラ状の明細が施された。結局大煙突は、日立空襲の空襲、漢方射撃時も無事であったが、戦後公開された。 米軍資料には大煙突に関する記載は一切なく、実際に大煙突が米軍の攻撃目標とされたのかどうかは不明である。戦後になると排炎中に含まれるアリウ酸ガスの除去について、調速の進歩がなされるようになる。まず1951年には高濃度のアリウ酸ガスの発生源であった精錬の天炉ガスと焼結炉ガスを利用したルルギ式接触法による、 硫酸工場が完成する。この硫酸工場の稼働開始によって、日立鉱山が排出する亜硫酸ガスはほぼ半減し、塩害は激減した。この塩害の激減を受けて、大煙突と制限要項による塩害防止策を支えてきた日立鉱山の充実した気象観測網はその役目を終え、1952年2月に廃止されることになった。 しかし、上峰山観測所についてはこれまでの気象観測の実績と茨城県北部における重要な気象観測点であるため、気象庁など気象関係者から廃止に反対する意見が出され、1952年6月に、日立市への日立市天気相談所の発足に合わせて、日立市に上峰山観測所の機能が引き継がれることになった。なお、 神峰山の気象観測は1973年以降、無人の機械観測となっている。1951年の硫酸工場では、溶鉱炉から排出される濃度の低いアリュー酸ガスは、硫酸製造工程に乗らなかったためにそのまま、排出され続けた。この残り約半分のアリュー酸ガスの処理が続いての、課題となった。この課題は、精霊法の革新によって乗り越えられた。 これまでの陽光炉を使用する精錬法から陽光炉を省略して、いきなり天炉から工程を始める酸素精錬法が実用化したため、天炉で発生する高濃度のアリュー酸ガスから硫酸を製造するようになったのである。1958年に稼働が開始された後、アリュー酸ガスは約7割前後除去されるようになった。そして1972年12月、 精錬で発生するアリュー酸ガスの98%というほぼ全量を硫酸製造に使用するジオール法の精錬所が完成した。こうして、日立鉱山のアリュー酸ガスによる塩害問題はようやく終結を迎えた。この頃、高度経済成長に伴い、日本全国各地で公害問題が極めて大きな社会問題としてクローズアップされていた。このような時代背景もあって、 日立鉱山の大煙突は思いもかけない形で脚光を浴びることになる。1968年8月6日に発生した宇和島沖地震によって、日立鉱山の大煙突の弟分とも言える、佐賀の関の大煙突は最上部約8メートルが崩落する。日立鉱山の大煙突と佐賀の関の大煙突は共に完成後50年を超え、廊下が心配され出した頃に起きた。 煙突最上部の崩落は、関係者に両煙突の耐久性調査の必要性を、痛感させることになった。日立鉱山の大煙突と佐賀の関の大煙突ともに、使用中の煙突であったため、調査は、非破壊的なものに限定されてしまったが、名古屋大学工学部土木工学科の手によって、両煙突の耐久性調査、いわば健康診断が実施されることになった。 日立鉱山の大煙突の調査は1974年4月23日、24日に行われた。調査は大煙突の基礎部分で煙突の常時微動を測定し、振動を分析して煙突の現状を推定するとともに落下していた大煙突のコンクリート片の分析を行った。大煙突には足がかりとなるものは何もなく、登っての調査には、 大きな危険が伴うために、煙突本体の調査は振動測定のみとなった。調査の結果、煙突本体、煙突の基礎ともに良好であり、コンクリートの強度、中性化などについても問題がないことが明らかとなった。大煙突の健康診断の結果としては、基本的には健康状態に大きな問題がないとされた。しかしコンクリートの落下が見られることや、 煙突表面のところどころによだれを垂らしたかのような模様が見受けられる点から大煙突のコンクリートの一部に思考不良がありその部分から剥がれ落ちていると見ました。なおコンクリート脱落の原因は大煙突建設時点はコンクリート建設が広まり始めた頃であり当時の鉄筋コンクリート工事の状況から考えると打ち継ぎ目の処理に何があったためであると判断している。 日立鉱山の大煙突は、その異様から、建設直後から地元日立の多くの歌に歌われるようになった。中でも最も古いものは大煙突が完成した同じ、年の1915年11月に発行された、日立製作所芝内寮の寮歌であるとされる。また、日立市内の小学校の校歌では大煙突が数多く歌われており、その他、日立市民の歌や、 日立小唄の中で大煙突が読み込まれた。このように、大煙突の姿は、日立市民の中に定着し、故郷の一風景として、愛着を持つようになっていった。日立市営の日立支天気相談所の発足時、中港の気象観測所から所長として、山口秀夫が赴任した。日立支天気相談所への赴任後、山口は一企業が運営するにはあまりに、 大規模かつ本格的であったかつての日立鉱山の気象観測網についての疑問を抱いた。調べていくうちに山口は日立鉱山の塩害問題の経過を知り、その中で公害問題に被害者側から解決に尽力した石油馬の城に出会い、石から塩害問題の行きさつについて聞くことになった。山口の友人には気象の専門家であった作家の新田次郎がいた。 神殿は、日立を訪れた際に、旧友の山口から、日立鉱山の沿害問題の行きを聞き、山口の案内でかつて、日立鉱山の気象観測所であり、当時は、日立支天気相談所が運営していた上、峰山観測所を見学し、日立支天気相談所では、日立鉱山から引き継がれた、膨大な気象データを見た。さらに山口は新谷、に、石油馬の城を紹介した。 このような経過を経て小説、ある町の高い煙突が執筆されることになった。前述のように、昭和30年代以降の高度成長期、目覚ましい高校業の発展とは裏腹に、公害問題に対する対処は、ごてごてに回っていた。全国各地で公害問題が、顕在化し、とりわけ四大公害病は極めて大きな、社会問題となっていた。 このような中で大煙突の建設に代表される、かつての日立鉱山の公害問題に対する取り組みを知った神殿は、日立鉱山の大煙突建設を中心テーマとした小説、ある町の高い煙突を執筆し、使用出版社の週刊言論昭和43年4月3日号から同年10月23日号に連載し、翌1969年1月には、 文芸春秋から刊行された。ある町の高い煙突の発表後、これまで地元日立でも広く知られていたとは言い難かった大煙突建設の行き札が一躍世に知られるようになり、公害防止のシンボル、そして日立市のシンボルとなっていった。ある町の高い煙突が刊行された翌年の1970年には日立市演劇研究会が ある町の高い煙突を演劇にして上演した。この初上演の際に、日立市内の高校教諭が作詞し、幼稚園長が作曲した、ある町の高い煙突の曲が劇のテーマ音楽として公開され、後に、日立市出身の作曲家、宇都宮正人が編曲している。このように小説、ある町の高い煙突の発表後、大煙突は、 高校業都市日立の象徴としての存在を確固なものとした。1989年10月から11月にかけて行われた日立市政50周年記念行事の中で、日立市か峰公園内の大煙突を望む場所に、ある町の高い煙突の文学費が混流されるなど、大煙突を取り上げた行事が行われた。1990年には、日立市青年会議所主催により、 日立の新たな街づくりの一環として、大煙突ウォッチング、大煙突のライトアップが実施された。その後も、日立では、継続的に大煙突をテーマとした行事が行われていた。現在の大煙突1973年に、始まった第一次石油危機による、経済停滞の結果、日本国内では、銅の需要が低下して、大量の耐火を抱えるようになった。 しかし大量の大化にもかかわらず、銅鉱石の輸入は長期契約に縛られて思うように減らすことができず、銅の精錬部門は極めて苦しい経営を強いられるようになった。このため、当時の日本工業は日立の精錬所を閉鎖して、精錬事業は佐賀の石一本に絞る決定を行い、1972年12月に創業開始した。 塩害を最終的に解決したジオール法の精錬所は、わずか4年足らずの1976年7月に、創業終了となった。その後実立では、佐賀の関で精錬された祖堂を、電解精錬により、電気堂とし、さらに電解精錬の陽極泥から、金、銀、白金などを回収する事業を中心に行うようになった。また1978年には、 産業廃棄物から銅などの有用金属を回収するリサイクリング溶解炉が運転を開始する。精錬所の閉鎖後、日立ではアリュー酸ガスを大量に発生させる事業自体がなくなった。しかし大煙突は、日立で行われている電解精錬、リサイクリング溶解炉事業などから排出される廃炎の煙突として現役を続けた。そして1981年9月30日、 大煙突の生みの親とも言うべき、日立鉱山が採掘対象となる鉱石を掘り尽くしたことによって、閉山となった。1976年7月の需要路閉鎖後、大煙突の廊下がささやかれるようになった。煙突表面の汚れやコンクリートの脱落が目立つようになってきたのである。1991年の夏頃には大煙突の一部に穴が開いているのが確認され、 斜めに亀裂が走っているのも発見された。このような大煙突の老朽化が明らかとなったため、煙突の保全策の検討が始まり、ゼネコンへの接触も始めていた。しかし修理を行うにしても大煙突の巨大さと、現場の足場の悪さ、そして何よりも作業中にコンクリート片が落下する、危険性があり、修理を行うにしても混乱が予想された。 1992年11月末には大煙突最上部の鉢巻き部分の一部が欠けたことが確認された。そして1993年に入ると煙突本体が傾いていることが観察された。これは大煙突にいよいよ寿命が訪れようとしている予兆と見られた。1993年2月19日、大煙突は株約3分の1を残して倒壊し、 煙突の倒壊によって落下したコンクリートによって沿道の一部も破損した。倒壊の原因は1974年に名古屋大学工学部土木工学科が大煙突の調査を実施した際に指摘した建設時にコンクリートの打ち継ぎ目処理が不十分であった点にあると考えられている。また崩落したコンクリートの量は約1200トンと推定された。 大煙突の倒壊は煙突を長年シンボルとしてきた日立市民に大きな衝撃を与えた。マスコミ各社は日立のシンボルの倒壊を報道し、大煙突の周辺は危険防止のために立ち入り禁止とされたが、連日多くの市民が大煙突の倒壊現場近くを訪れ、また大煙突を望む大友院にも多くの市民が詰めかけた。大煙突の倒壊後、 日立市民文化事業団を中心として、大煙突記念碑建設委員会が結成された。大煙突記念碑建設委員会は、日立市民、各企業の協力を得て、日立市か、峰公園内に1989年11月に、建立された、ある町の高い煙突文学碑の隣に建てることを、決定し、大煙突東海1周年に当たる1994年2月19日に、 除幕式が行われた。大煙突は1993年2月19日の倒壊後約3分の1の54メートルの高さとなった。倒壊後には改修が行われ煙突としての利用が継続されている。大煙突が公害問題への対処のモデルケースとして商用されていることについては虚像に基づくものであると批判する意見もある。一方、 日立鉱山の流れを組む JX 金属では、困難に直面しても問題に、真正面から取り組み、企業活動と地域との共存共栄を目指すという、大煙突精神が、企業グループの理念として生き続けているとしており、高さは、王子の3分の1となってしまったものの大煙突が、持つ意味は今なお色あせていないとしている。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。 北地鉱山大煙突倒壊事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。